と聞いてください。甘くて大きな馬を見ませんでしたか。赤くて大きな馬、おお、見たぜ。この先の拠点に向かって走ってったぞ。あ、いました。今度こそ本当に関田です。ということは近くの馬の上よりは、お前ら何なんだ。訓練を邪魔するなら出てけ。まったく何なんだ。俺たちはこの馬を保護していたっていうのに。言い訳とか聞きたくないんですけど。南仙北馬という言葉がある。きっと孫悟ではいい馬が育たず、だから関と。失礼な言いがかりはやめてください。本当に保護してくれてたんですか。だから最初からそう言ってるだろうに。家計の練習をしてたら紛れ込んできたんだよ。乱暴にしてごめんなさい。それにありがとうございました。おっと、いえ、当然のことをしただけですから。それよりその時に怪しい人影を見たんです。
取ったり。私も地球に強くなる。さらなる筋力強化に努めます。なれんなドリームでやられてたまるか。最後の意地見せてやる。天候もやる。受ける。いざ。さすがです。なんという武道。敵将が勝ち取ったり。破れようと。やっぱり強い。すごいんですけど。なれ、天空の刃。追いつかれてしまった。ならば我が部で道を開く。助かったぜ。お前の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。これで勝ったと思うなよ。すげえな。おめえ見どころがあるぜ。動物の神隠しって